この時間はゲストの方に新興市場の話題についてお伺いします。電話がつながっています。内藤証券投資調査部シニアアナリストの高橋俊郎さんです。高橋さん、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。連休前の東京市場、全体軟調な展開ですけれども、どんなふうにご覧になってますでしょうか。はい、そうですね、この新興市場に関して言うならば、週末というのもありますけれども、月末 IPO 増えてきますので、そちらに向けて その資金確保といいますか、突出して今上がっている銘柄があってなかなか手を出しにくい、それでは次の IPO に向けてというふうな、そういった、思惑もあるのかと思います。はい、それではその新興市場をさらに詳しくお伺いしたいと思いますけれども、今日はどんなお話でしょうか。はい、そうですね、今回は、直近のこの決算、目立った、時価総額上位銘柄ありましたので、そちらの話と、もう一つは、テーマについて話したいと思います。はい、高橋さん、もともと今月、この2銘柄業績発表ということで、以前の放送でも注目されてましたよね。はい、そうですね、確かに、はい、その注目はしておりました。はい、はい、それが揃ってストップ高というすごい動きになりましたね。そうですね、周りが今年はですね、やっぱり、プライム市場行く銘柄が見えありましたので、残ってそのいわゆる、業績かなり伸びるなというようなこの銘柄でしたので、あと決算期がちょっとずれてますからね、そういったところでも、注目してました。ビジョナルエニーカラーということですけれども、はい、この2銘柄、詳しく教えていただけますでしょうか。はい、まず1ページ目なんですけれども、こちら、決算の一昨日ですかね、出ました。で、それ この業績ですね、こちら2つ並べてあります。で、ビジョナルの方なんですけれども、こちらはですね、本決算で、今期今走る期の、計画を出したといったところです。で、こうやって見ていただきますと、この 21.7 期から 22.7 期にかけて、この利益ですね、もう水準が切り上がってきておりました。トップラインも伸びております。で、特にですね、このコンセンサス 23.7 期、今走ってる期ですね、ここ99億円のコンセンサスに対して会社計画が125億というふうに非常に強い状況でした。この99億というのも 30% ぐらい営業増益だったんですけれども、それをはるかに超えるといったところ、こういったところが好感されています。で、右側のエニーカラーですけれども、こちらの方は1級の決算ですね、5から7月の、状況でした。で、こちらもコンセンサスが出ておりまして、営業利益14億ですね、これに対して実績が21億、この14億というのはこの1級の、当期利益ですね、この水準でかなり進捗というふうに言えると思います。特にですね、このエニーカラーの場合、夏休みといったところで、いわゆる学生さんですとか若い方、こういったところイベントごと、こういったものをエニーカラーたくさんやっておりました。そういったことを考えますと、2級もですね、かなり伸びるんではないかというふうな、推測がされます。この2つですね、非常に、高決算を出して、株価の方も上昇したというふうな状況になっています。はい、特にエニーカラーの方が2日連続ストップ高ということですけども、やはりこの、やはりこの業績成長は魅力ということでしょうかね。そうですね、で、外部要因、今、先行き、怪しいですと言われておりますけれども、特にそうですね、そういったものに関係がないといいますか、いわゆる、自社のこのやっておるコンテンツ、これで伸びるというふうなところの安心感ですね、こちらの方もあるかと思います。はい、この2銘柄の大幅高というのを、本当に今週のハイライトと言っていいかと思います。はい、で、次にお伺いしたいのが、この2銘柄が本当に突出しているということなのか、他にも、こういうことが期待できるような銘柄あるのかどうかという、そのあたりどうでしょうか。そうですね、そちら、2ページ目なんですけれども、はい、何度かか時々言い出しております、この SANS の 40% ルールという、まだ完全に定着しているようなものではないですけれども、アメリカの SANS 企業で売上高のこの成長率と営業利益の率ですね、これを足して 40% 以上あると成長しているというふうな、見方をされます。で、グロース市場の中ではやっぱり情報通信とサービスですね、こちらに当てはまると思います。で、これ時価総額順で、情報通信とサービスのみを出しております。それの一覧がこれ2ページなんですけれども、はい、まずですね、これ見ていただきたいのは、まず一つは騰落率ですね。
騰落率、8月31日から9月の15まで取っておりますけれども、このビジョナルとエニーからは、これは先ほど言いました高決算で、見通しも明るいといったところで大きく伸びております。で、残りのところなんですけれども、この同じ期間ですね、マザーズ 1.2% の、プラスでした。トピックスと日経平均ですね、ともにマイナスの 0.7 といったところでしたので、見ていただきますと、どちらかというと、強い方に入っておるというふうな状況だと思います。で、こちら特にですね、このアドベンチャーですとか、プラスアルファコンサルティング、こっち今足元下がっておりますけれども、やっぱり材料があったものですね、こういったものはしっかりと思います。で、 40% ルールの方を見ていただきますと、こちら40超えておると合格といったものが、エイピアグループと、プラスアルファコンサルティングですね、この2つですが、もう他のものもですね、おおむね 40% くらい、なっておりますので、はい、このグロース市場、はい、いわゆる時価総額の大きい企業ですね、成長はしっかりとしておるというふうな状況です。これ1年前、2年前、プライムに行っている会社ありますけれども、結構この銘柄ですね、変わってきていると思いますので、やはり中には成長しておるものしっかりあって、そんなに悪くはないぞというふうな状況かと思います。わかりました。はい、それでは続きまして、これはテーマで注目されているということで、いいんでしょうか。テーマ銘柄、ご紹介いただければと思います。はい、3ページ目なんですけれども、昨日ですね、全国旅行支援というふうな、報道、これ10月からといったものが出ております。で、この、10月めどに海外から個人らの個人旅行、こういったものを受け入れ解禁しようというふうな流れです。ちょうど今円安も進んでおりますので、海外の方から見ると非常に魅力的な、状況かと思います。食べ物は美味しい、景色は綺麗、水は綺麗、安全で、円安を、享受できるというふうな状況、こういったところになりますと、やっぱりこれでいわゆるコロナですね、こちらでダメージを受けたところ、こういったところが回復してくると思います。で、今現在すでにですね、例えば、西日本の、鉄道ですとか空運、あと旅行会社ですね、こういったものが戻ってきております。で、全般的にそういった、経済再開関連銘柄、こういったところ戻っておるんですけれども、今回その中でですね、少し深掘りできそうな内容がありますので、5番目の飲食店ですね、こちらでちょっと、内容深掘りしてみたいと思います。はい、飲食店の関連銘柄ということですね。はい、で、こちら4ページ目なんですけれども、これ日本フードサービス協会という、ところが出しておりまして、月次で出しております。それの、集計したレストランですとか、居酒屋ですね、こういったものの売上高と店舗数の伸び率の推移というふうになっております。で、この、青色ですね、これが売上高で、オレンジ色、こちらの方が店舗数というふうになっております。で、右側の方に、大まかな結論書いてありますけれども、コロナ前と比べるとどうなっておるかというふうなところ、これ売上高約 90% というふうに書きました。この青い線ですね、例えばこのデコボコしておりますけれども、ずっとこの、コロナ前19年あたりは100ぐらいで推移しておるんですね。ここで一旦コロナでマイナス40、60% まで落ちまして、それから1年後には136まで回復しております。ただこの1回落ちてしまってますので、そこから上がってきておると言っても、元には戻らないわけですね。そういったものを付き合わせていくと、だいたい今9割ぐらいといったところ。で、最近あの報道ベースなんですけれども、家賃滞納とか給料未払いですとか、もう一つはこの原材料の上昇ですね、こういったものでなかなか、厳しいところもあるというふうな話が出ております。で、もう一方のこの、店舗ですね、これは実はほとんど変わっておりません。この結果上変わってないのですけれども、これはあの説明会などでも聞く話なんですけれども、店舗数横ばいというのは実はですね、この新規の開業、こちらの方が活発で、保っておるというふうな、状況だそうです。このように考えますと、この店舗今新しく新規開業で、いろいろこの、デフレですとか円安、この大きく変わるといった時には新しい業態が出るというふうな、状況があると思います。そういったところでこの店舗をですね、サポートする、そういった企業というのも、注目できるんじゃないかと思います。はい、それがこういった銘柄ということでしょうかね。そうですね、5ページ目に、いわゆる飲食店ですね、こちらをサポートする企業といったところで、
まあ、どちらかというと時価総額それほど大きくない会社が多いですけれども、こういったことをやっているといった、そういった銘柄の方、紹介したいと思います。はい、で一番上のインフォマートですけど、これはプライムですし時価総額もそこそこあります。一度非常に大きく成長したこともありますので、ご存知の方多いかと思います。で2番目のテンポスですけれども、こちらのもですね、いわゆる、中古の厨房機器、ここではかなりといいますか、もう一強というふうな状況になっておりますし、いわゆる経営陣の方が、テレビにも出たりしておりますので有名かと思います。でその他のところでですね、面白そうといいますか、今後いろいろ動きそうなのが、例えばこの、G ファクトリーですね。はい、こちら、はい、やっとるのはこの出退店のサポートをするといったところです。うなぎの料理店、うなととというのもやっとるんですけれども、いわゆる飲食店メインで、出退店のサポートをするといったところをやっております。で4番目のこの店舗イノベーションなんですけれども、こちらはですね、店舗の物件ですね、これを、いわゆるまた貸しするというふうな状況、転貸ですね。なのですので、こういったところですと比較的規模の大きい会社さんですね、こういったところが、まとまって借りれるといったところですとか、あと不動産を持っておられる方、こういった方々のいわゆる手間を省けるといったところで最近、好まれております。でこれもいわゆる、店舗に飲食店に特化しておりますので、そういったところでいわゆる、蓄積ですね、ここがあって業績の方も比較的しっかりしているというふうな感じになりますね。でもう一つ、グロースでいきますと、この例えば M マートですとか、いわゆる店舗の、いわゆるなんて言うんでしょう、まあ、卸ですかね。あ、そう、卸ですとか、あとはメンテナンスね、いわゆるメンテナンス、はい、システムメンテナンスですとか、あとはその中小のところに一括で送るといったようなところで、この今まではそのなかなか、変わらない業界だったと思うんですけれども、やっぱりその、サイトですとか、ITC を使いながらこの店舗ですね、こういったところをサポートする企業出てきておりますので、少し規模というのは小さいですけれども、しっかり株価の方ですね、この25日の帰り見てもなかなかしっかりしておると思いますので、注目していただきたいと思います。はい、コロナで退店が多いというイメージですけども、新規出店も多いということなんですね。はい、どうもそのいわゆる説明会 その現場でその聞いた話ですとそうですし、全国でまとまっている統計がないんですけれども、しっかり、減ってはない、むしろ増えるぐらいだというふうな状況にあるようです。高橋さん、どうもありがとうございました。はい、どうもありがとうございました。